どうも、バビチンでございます。探索19日目やっていきましょう。前回はですね、青ピクミンをようやくね、仲間にしたものの、ルー君にね、食料を奪われてしまったと言ったところで、すごいストーリーが気になることになってるんですが、なんか、映画みたいな展開だよね。かつて仲間だったというか、なんか、味方側だった人間がね、ちょっと裏切りなのかどうなのかみたいな。果たしてその真意はいかに、みたいな展開なんですけども、すごいなんかオニオンが、レインボーになってる。じゃあ本日のピクミン、赤10、岩10、黄10、羽23、青47と。まあ、青をバチバチにね、増やしながら行きたいですね。で、今回は、この辺は、毎回復活する感じなのかな？で、ちょっと場所がわかんないんですけども 前回は、こっちからこう行ったのか。で、この辺で、いっぱいね、青ピクミンを死なせたということなんですけども、まだまだね、行ってないところというか、ここ始まりの場所だよね、多分ね。で、木ピクミンいなかったから、この辺とかも、開けてないんだよね。ちょっとその辺もやっていきたいな。じゃ、まず、木ピクミンで、開けようかな。この辺ね、敵が復活しちゃってるので、細心の注意を払いながら突撃と。全然注意してないじゃん。そうです。注意してないんです。私、ゴリ押しの天才でございますから。よし、キピグイン。じゃ、見張りとして、チャーリーを入れとこうか。ブリトニーだったね。まあいいや。で、行けてなかったところは、こっちは行ったんだよね。で、ここボスだった。鎧、紐無下で。かな？と戦った場所。で、こっち側か。で、僕らは、前回の続きの探索からしていきましょう。ただね、青ピクミンしか、この先行けないんだよね。じゃ、青ピクミンにしよう、隊列。チャーリーで、この辺を束ねといてもらって、青ピクミン組アルフ君と一緒に行動してもらいましょうか。あ、電撃柵は、あれかな？壊したかな？このね、魚が強いんだよね。いけるか？後ろから突撃すれば。いけそう。ただそうそうそう。こいつもね、強いから。頑張れ！これは一気死んだ。で、こいつはこういうパターンがよくわかんないので、慎重にね、立ち回っていきたい。なんか泡か。泡攻撃か。で、ここ開けてもらってる間に、ウッシュして、ウッシュで、あそこの、柵開けよっか。竹の柵を。ここで間違って、羽ピクミン以外をね 投げないように気をつけないと。よしよしよし。で、ブリトニー。すごいなぁ。三つに分かれてるからなかなか忙しくなりそうだけど。こっちは何なんだろう。また、怪しい雰囲気だぞ。行って大丈夫なのか？あ、ちょっと待って。これさ、星マーク、大丈夫なやつかな？中ボスかな？もしかしたら。またなんかギミックがありそうですね。ただ、下から、スルーできる。で、ブドウがあるけど、ああ、なるほど、なるほど。これ5匹じゃ足りなかったかな？あ、ごめんね。ちょっと、ついてきな。こっちから回って、何匹落ちた。以上。で、6匹、ここに投げといて、そしたら4匹通れるよね。危ない で、ぶどう運びに、勤しんでもらおうか、こいつらは。そしたら、今度はまた、チャーリーオッケー。アルフ君側か。アルフ君に交代。いける？まず橋の、ね、復興から始めないと。こいつなんかまた新しいな。
ちょっと一匹投げとくか。あ、なんか弱くね。この人数でも勝てそうだぞ。なんなんだろう。あ、なんかイカスミみたいなの入った。ただ全然怖くない。なんだったんだろう。この先もちょっと行きますか。こいつはね、結構戦った敵だから、行けそう。はい。相手の、相手に攻撃させる暇もないぐらい叩いていこう。で、俺も叩いていこう。オッケーオッケー。少ない人数ながらも頑張ってるね。この辺はね、ちゃんと豆に勝っとかないと。あとあとね、荷運びの最中に攻撃されたりするから。オッケーオッケー。僕が攻撃する必要ないんですけども。大丈夫。オッケー、じゃあちょろっと運んどいてもらおうか。一旦ね。青ピクミンも増やしていきたいので。あれ、そっちから行ける？そっちは大丈夫なのかな？どこに繋がってんですかね？だんだんマップがわかんなくなってきたぞ。ここは、あ、そうだよね。ブドウ運びの組もいるね。なんか合流してる。いつの間にか合流したわ。水の中をこまめに探索していこうかな。ここ多分初めて溺れたところだわ、ピクミンが。で、ブドウ運びに行ってもらって、ピクミンは。で、僕らは、この先行くのはちょっと怖いな。一旦戻ろっか。この辺でも回収しよっか。オッケーオッケー。で、あれ？あ、これさっきのあれ、橋の材料じゃないのか。なんか、また新しいのができそうですね。あー、やばいやつだ、これ。そうだ。やべえやついるんだったら、こっちは。じゃあ、一旦、オニオンに戻って、死んだピクミンの分を回収して、オッケーオッケー。いいね、いいね。だいぶこれで青ピクミンも増えてそうだけどな。くそ。おいせおいせして、武道隊もね、頑張ってるね。いい働きっぷりだ。そしたらじゃあ、一旦青と羽をちょろっと回収して、先に進みましょうか。で、ちょっと怖いから、羽ちゃんは、あ、ここにいるとね、アメちゃんはチャーリーに預けとこう。あ、青一匹預けたわ。で、その隙に、こっち側行きましょう。ちょっとマップ確認。オレンジここにある。で、星がここにある。何なんだろう、この星は。で、まずこれから回収。ちゃんとついてこれるかな。なんか不安なんだよな、こういうジグザグした通路。みんな回収して、大回りしていくと。オッケーオッケー。じゃ、残ったピクミンで、この星のところですね。ここか。あ、これ羽必要だ。羽ちゃん回収したいんだけど、怖いから、一旦チャーリーを避けといて、あ、いや、羽をさ、え、これ浮いてくれるかな、投げたら。ちょっとやってみていい？あ、沈んだ。あ、ちょっと待って。ごめん、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 オッケーオッケー。あー、めんどくさい。じゃ、チャーリーにして、羽を、ここに投げます。オッケー、あと一匹。ここに投げて、で、チャーリーを避けといて、アル君で、ここの羽を回収と。オッケー。やばい、時間がないんだ。で、羽ピクミンで、蓋を開ける。で、どうなんの？
またなんか出てきた。え、これどうやって取るんだろう。あ、これ普通に取れるか。じゃあ、青ピクミンで、投げますと。オッケーオッケー。こんなもんかな、ここは。これだけ？この先はないよね。で、ここの、羽びちゃんを回収。オッケー。じゃ、こっち側もついでに行っちゃおうか。なんかすごいな、青ピクミン。あ、橋の材料がある。青ピクミン手に入れてから一気に、やること増えてしまった。羽ちゃん大丈夫だよね。あー、そうだ。忘れてた。え、こいつさ、中ボス？なんか音楽変わるんだけど。これじゃあ、明日以降に倒そう、こいつは。でも忘れてねえからな。で、この先はどうやって行くんだろう。そうだよね、時間がないよね。ピクミンを隊列に入れないと死んでしまいますよっていうのが58匹。多くね。で、一旦ここ回収しよっか。あ、しまっちゃった。あ、まあいいや。こっちから帰れる。で、一回、機関信号出そう。さすがに怖いから。で、ドレイク号で、ね、隊列にいないピクミンを呼び戻します。で、ブリトニーに変わって、お、あれが終わってる。武道運びが終わってる。じゃ、ブリトニー、あれ？あ、危ねえ。キピクミンはここで放置。で、チャーリーは、彼らを連れて帰ってもらいましょう。危ない。なんかさ、この自動操縦みたいのがね、あるんですけど、まあ、それで、水にさ、落ちたらとんでもないよな。で、フリーピクミンが今いないはず。あ、フリーが30。あ？あ、そうだよね。彼らだよね。で、みんな集めて、これで、オッケーオッケー。隊列に全員いる。じゃ、残った仕事としては、ここかな？ここの、作業に渡ろうかな。どっち？ちょっと待って、場所がわかんねえ。久々にここ来たから、この辺も戦うの久しぶりだな。まあでももう怖くないけどね。赤いチャッピーなんてね、もう、序盤も序盤すぎるから。あー、時間ないな。時間ないと、あとなんか食われてる気がする。まあ、しゃあない。運べる？すごい運ばれ方してるな。いけ、頑張れ。その調子で。いい。なかなかないわ。羽ピクミン今作が初めてだから、こういう運び方見るのもね、初めてなんですけど。面白いね。オッケー、じゃあ今日の収穫は、なんか目立った収穫はなさそうだけど、細かいことをね、ちょろちょろっとやった感じかな。スーパーボールだわ、オニオンが。あったよな、近所の駄菓子屋とかにさ、なんか、100個ぐらいの、くじ引き形式のスーパーボールみたいな。何番か引いて、その番号のスーパーボールもらえるみたいな。あれ懐かしいわ。最近駄菓子屋をね、少なくなっちゃったから。この年になるとね、ノスタルジックな気持ちになりますよね。そういう駄菓子屋とか見ると。余談は、ほどほどにしておいて。あ、でも意外と集まってるわ。紫タワーは、面の皮。縁側の実。ビワかな？ビワ、縁側で育っているイメージあるから、そういう感じなのかな。で、相変わらず、ルー君に食料が奪われたままなので、まあね、全然ないけど、まあね、節約しながら、食べていけば大丈夫でしょう。オッケー、今日死んだピクミンは一匹ですね。何で死んだっけ？なんか水の水中生物かな？やられて死んだのかな。で、羽ピクミンが、あれそんな増やしてなかった？青より少ないですね。いや、次は羽ピクミンを増やしていこっか。で、木ピクミンも少ないね。で、岩が多すぎるね、やっぱ。まあ、そんな感じなんで、まあ、ちょいちょいね、その辺を意識しながらやっていこうかなと思います。
じゃあ日記つけよう。今日マジでなんか、何もしてない感がすごいんだけど。しばらく花火ピーク見を観察していたところ、戦いは苦手だということが分かった。そうなんだ。でも空を飛ぶことができる彼らにしかできない仕事もあるはず。彼らの能力を発揮できる場面がないかは注意深く観察してみよう。あ、なんか攻撃力弱いなと思ってたな。そういうことなのかな。なるほどね。あと水の上に投げても飛んでくれないっていうことが分かったんで。あんまり使い勝手は良くないかもしれないですね、晴れ時に。ということで、今回のところは終わりにしましょう。次回は、エビみたいなヤドカリみたいなやつを退治しに行きたいですね。で、ルークも見つけていきたいな、そろそろ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。